どうもそこは奥チャンネルだー。今回なんですけども、ロトセブン472回解説やっていきたいと思います。で、はい、今回なんですけども、ロトセブン472回ね、解説させていただくんですが、まあやっぱりね、ロトセブン買うのであれば何が大切か、そういったところのお話をね、盛りだくさん、詰め込ませていただく動画になると思います。そして今日はね、もうなんと、もうちょっともしかしたら動画配信遅れてる理由があるとすれば一つ、めちゃくちゃ遅い仕事をしていた。そう、家に帰ったら11時半で、今撮影してるんですけど、12時半だ。もう最悪だ。でもね、こういうしんどい時に限って当たったりする、そういう運を呼び込める買い方、それがエリア購入法網。そう、そういう買い方の解説もさせていただきますので、しっかりですね、最後まで見ていただけたら幸いでございます。では動画解説でやっていきたいと思います。企画戦金はい、じゃあ行きましょう。472回ですね。ロトセブンの解説なんですけど、まずは全開催分。今までのロトセブンすべての開催された中での、列ごとの出現ランキング、これ出しております。それがこちらでございます。はい。で、一応これバクッと出しておりますので、ここをちょっとまあある程度ね、見ておいてください。で、これがロトセブンの歴史だよということで、非常にわかりやすくなっております。で、正直、じゃあ前回からの、入れ替わりあったかなかったか、ありません。大きな変化はございません。そう、何よりも、前回細分ではそういうデータなんです。歴史が積み重なって471回分までギュッと詰まっているんですけども、大きな流れが変わろうと思ったら100回200回ぐらい、急に変動した数字がバーって出るっていうような感じにならないとならないですよね。ということはやはり出現する球、転がってこうね、球のゴロ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 って回してスポンって出てくる球の出現の傾向の癖はあるということ。これが分かりやすいんじゃないのっていう話でございます。そして見ていきましょう。出現エリアですね。列ごとの出現エリアはどうなっているか。ここも見ておいた方がいい。それがこちらでございます。はい。で、まあ、ここももちろん、ね、先ほど申し上げましたが、大きな変化はありませんが、なぜか、ね、分からないですよ。なぜか分からない。一応、ランダムにボールが排出されている中でも、例えば1列目だったら、1から20の中で必ず出ている。7列目だったら20から30の中で必ず出ている。そしてこの中から当選1番号が出ることは非常に多いんです。なので、まあとにかく分かんない中で、番号を選ぶよりもこういう風な指標を立ててやった方がいい。じゃあ1列目で30出ることって少ないんだよね。ないとは言えませんが少ないよねっていう話になります。そう、そういうもんなんですね。ロト7、ロトシリーズの宝くじは非常に癖があって、重複する番号は必ず出ないので。ということは、1列目、絶対出ない番号って37、36、35みたいな感じで出ない番号は出てくるわけじゃないですか。その中でも、でも一応20までの間で出ているということは、じゃあ21、22、23は、まあ、よっぽど荒れた回じゃない限りは出ないよねっていう風な感じで考えることができます。はい。なので、こういったところは見ておいた方がいいかなと思います。では、前回最後ね、先ほど出したランキングの傾向も含めて見ていきたいのが、まず3、4列目。ここが最もね、出現エリアが多いんですよね。29個ございますので、ここはまあ、つまり難しいよと。幅が広い中から出てくるんだから難しいよねってなります。で、5列目。ここも見ておいてほしいんですが、まあ、29個ほどとは言いませんが、27個。ここもほぼほぼ広い。で、9から35の中で出ているので、まあ、ここぶっちゃけ3、4、5、ここが一番難しいじゃん、という話になるのね。で、じゃあここで結構出現エリアも被っていて、幅も多いんだったら、要はいわゆるロト7は連続数字よく出るよねって言われてるので、じゃあここで出る可能性高いじゃん。3、4、5、ここで貼った方がいいということになるんですね。はい。で、じゃあ最も逆に簡単なとこ、どこだ ?7 列目。ここめちゃくちゃ簡単なんですね。まあ、めちゃくちゃというと、言い方ちょっと語弊ありますが、非常にこの中で見ると29個より18個の方が簡単じゃんという風に考えることができるので、一番最初に解くのは簡単なとこ。難しいところは運任せも含めて最後に解いた方がいいよ。という風に考えるのがベストじゃないかなと思ってます。では行きましょう。出現の型でございます。それがこちらでございます。はい、全開催分。ここで見る、歴史ある中で見る、
この出現傾向多いよっていうのが11101020303030、これがね一番いいところではございません。ただ必ずこれが出るというふうには、申し上げることはできませんが、まあベーシックなタイプ、1と1、そして10と10、20は1つ、30が2つ、これがベーシックだということを把握だけしておいた方がいい。で、また今からね、トレンド数字の方お話しするんですけども、まあそこもちょっと参考にぜひですね、していただきたいなと思っております。はい、では行きましょう。トレンド数字直近10回分の出現ランキングの傾向でございます。それが表としてはこちらでございますね。まあ、前回細分よりも色が薄いわけじゃないですか。さっきのやつは色が濃いやつがたくさん出ていて、薄いやつが少ないよ、白いやつはもうゼロだよという話なので、10回分だからね、言ってこんな感じになるんだよ。つまり10回やって10回同じ数字出ることがないよっていうのが分かりやすいよね。そう、そこ、これ貴重なデータだと思います。で、それを文字起こしたのがこちらでございます。で、多少ですね、動きがあったので、そこら辺だけ、かいつまでお話しすると、番号で言うと、3列目、4列目の7。ここが、ちょっと新たに入ってきたよね、と。で、7列目34、37も動きがあったよね、というところでございます。まあ、以外は大まかございません。ただ、ここね、今回、ちょっと、後ほどお話しますが、面白いことにまたなっているんですね。では先にトレンドの出現エリア見ていきたいと思います。それがこちらでございます。で、最近の傾向を申し上げますと、ぶっちゃけこの中から絶対出てるかって言ったらそうでもない、そうでもない感じになっているので、まあ出てた回もあるし、前回細分もそうだし、トレンドもそうだし、両方そうだったよねっていう話、があったりするんですが、まあ毎回そうじゃない。じゃあつまりトレンド数字はちょっと動きが出ていて、違う数字がどっかにチョイスされてるっていう風に考えると、トレンドと一応前回戦も非常に参考になるんですが、そこをどう選んでいくかっていうのは非常に大切になってくる。そして傾向としましては同じですね。3、4列目やっぱここ多いよねっていう話なんですけども、トレンドで5列目ここも一番多いところに食い込んできたぞ。だから3、4、5ここはまあ現段階としては難しいよねっていうのは間違いないんですよ。で、連続数字も出る可能性が非常に高いよねっていうエリアではございます。だから3、4、5、列目、この3つは気をつけた方がいい。はい。で、トレンド数字で選びやすいところは、一方変わって1列目なんですね。1列目、1から7の間で最近よく出ているよというふうに、読み解くことができるので、じゃあさっきの前回細分のエリアと、ここのエリアを比べていけばわかるんじゃないかということで比較していきたいと思います。それがこちらでございます。はい。で、共通点をまず見出していかないといけないよねって話になるので、共通点は3、4列目はやはり出現エリアは広くて、ほぼほぼ出現するとこも、まあ、1、2個誤差はあっても被ってるよねっていう状態。で、前回細分は7列目が最も選びやすくて、トレンド数字では1列目が選びやすい。そう、ここ、あんまり最近話しませんでしたが、前回細分は7列目を参考指標にして選んで、トレンド数字だったら1列目を参考指標にすれば、先頭とケツは決まる。そう。ここをどう読み解いていくか。僕が言っているのは、僕はこの数字買いますっていう話じゃないんですよ。最後にお話しますが、こういった買い方をしているから、こういうデータが必要だね。だからこのデータを話をしているよということなので、最後までぜひ見ていただきたいのは、もう、そういった理由があるということなんですね。はい。まあ、非常に僕、トレンドの出現エリアと出現数字をよく使うんですが、まあトレンドではまあ1列目押さえておいた方がいいよねってさっき言いましたよね。1列目が一番出やすい。じゃあ難しいところは3、4、5列目。ってなると、2列目、7列目、6列目。ここをどうするか、どう攻略していくかっていうのが肝になってきますね。で、最近の傾向としましてはエリア外ですね。この外から、まあ、1つか2つぐらいの列でね、外から出現出るのもドーンってくるみたいな傾向があるので、まあ、このあたりを、まあ、どこで読み解いていくかっていう風に考えていくと、まあ、2列目、7列目、6列目、このあたりで、まあ、出るんじゃないのっていう話です。ただまあ、実際に僕データ取るのが好きなので、ここの今回の動きどうなるか非常に楽しみにしております。では、出現の型、ここも見ていきたいなと思いますが、今回ね、そう、ここが面白いんですよ。
こちら。はい、4つございます。4つあるんです。ややこしい。そう、ややこしいんです。共通点だけまとめさせていただくと、1が3つ。で、丸々のケツが30。だから1、3つとケツ30、ここを押さえとけって話なんですけど、じゃあ前回細分と一応比較もしとこうよというのがこちら。はい。じゃあちょっとね、今回僕の解説にしては珍しいんですけど、トレンドでまあ大体数字何パターンか入れるんですけど、まあそれちょっと一回やめようと。とりあえず共通項だけ見出すために並べている状態ですね。じゃあ共通項は1、2列目の1で7列目の30で相違点が3、4、5、6ということで、まあこの3、4、5、6ここをどうこねくり回していくかで、まあいろいろ変わってくると思うんですが、感覚的個人的意見でなんとなく申し上げさせていただくと、5列目はちょっともしかしたら10くるんじゃないかなとは思っております。はい、5列目ね。そう、なんで5列目なの。それはまあなんとなくですから、5列目くるんじゃないかなと思ってます。で、ここちょっとこれ重要な話になるのかなと思っているんですけども、まあ僕の経験、あくまでも言ってまだ言うほどね100回もやってないですよ、ロトセブンは。で、トレンド数字の出現の方が複数出た時とかに関して体験談で申し上げますと、トレンド数字を指標にする回じゃなくて、前回細分の数字を参考にする回じゃないかなとは思っております。なのでまあ一度お試しにやってみるのもいいんじゃないかなと思ってます。はい、では行きましょう。前回細分の奇数偶数割合ですね、見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、まず奇数でボーナス数字が奇数となっておりますので、奇数が5つ、偶数が3つでございますね。奇数優先、これは間違いございません。そう、ロト7は非常に奇数の数字が出ることが多いので、まあここは間違いないんですけども、じゃあここを因数分解していくとして、1列目2列目ここが最も多いんですね。 56%、55% なので、まあここ大体まあベーシックだよねっていうところではあるんですけども、まあ1、2列目ぶっちゃけ硬いよねってデータ上は出てるんですけども、個人的見解を申し上げますと、1列目の方は多分硬いと思います。はい、僕的には1列目おすすめしているんですが、一応1、2列目じゃあ奇数狙うんだったらどれがいいんですかって話で、前回細分を参考にした、数字を選ぶとこうなるんですよね。はい、こんだけ結構これあるだけで、まあ実際出るか出ないかは別なんですけども、じゃあ1列目偶数来たらここも全部おしまいよ、おしまいなんですが、1列目奇数来た場合、いや良かったやんと悪かったやんというのはまあ結果次第なので、まあぶっちゃけ100% の僕は予想っていうのはないと思ってる。絶対に当たる予想、それはじゃあ100回予想して100回当たったよって言ったらそれは 100% なんですけども、要は個人的に申し上げますと、何を指標にして選ぶか、ここが非常に重要になるので、それを積み重ねていかないと経験も積まないし、積めないし、何が出るか本当にわからないよね。じゃあデータ上出てるんだったら、どんどん一回当てはめて、このデータ違ったなっていう検証していくべきじゃないかなと個人的には思っております。はい、じゃあ行きましょう。トレンドの奇数偶数割合、ここも見ていきたいということで、前回の当選結果はこちらでございます。はい、奇数偶数、奇数同じ、奇数偶数同じ、そして奇数という風になっております。なので、ここ、奇数偶数割合の比率出てると思うんですが、一応奇数多いやんという話ですね。はい、で、トレンドの数字で見ていると、最も多いところはやっぱ1列目、これもう 90% とかもうとんでもなく多いんですよね。で、次じゃあどこなのってなると、3列目これが 70% で、5列目ここも 70% ということになっております。なのでまあ今回じゃあどこ変わったんですか、前回はと見ると、6列目かな、6列目が変わったよねっていうところですね。で、ここも前回細分との比較していきたいんですが、それがこちらでございます。はい、じゃあ共通点は1列目と7列目。そして偶数の共通点、今回ないんですよね。そう、共通点はない。なので、
じゃあ偶数は共通点なしなんだったら奇数偶数バリじゃなくて今回奇数バリするならばどこだ。1列目と7列目を僕はおすすめします。はい、では行きましょう。全開催分&トレンド数字から見る当選番号を、列別の出現順位で見たらどうだったのか、ここ見ていきたいと思います。前回の当選番号を含めて一気に出します。こちらでございます。はい、前回採分4位、4位、12位、18位、23位、9位、4位。で、トレンド数字なんですけど、1位、1位、3位、2位、4位、2位、2位ということで、圧倒的トレンド数字選びやすいじゃんっていうのがわかりやすいですね。そう。で、最近ちょっとトレンドもぶっちゃけ選びにくくなっていたなっていう感じはしていたんですが、まぁ、ちょっと戻ってきたよねっていうことで、本当にありがたいなと思ってるんですけども、まぁ、あと前回最後ね、こう、傾向を見ていると、一番高い位の何位が出てるか、4位なんですね。で、トレンドでももちろん4位が入ってるので、4位、ここの意識しておいた方がいいですね。はい、では行きましょう。変化法での出現予想ということで、変化法っていうのは、前回の当選番号の両隣の番号は出るのじゃないのみたいな話なんですよ。で、それがこちらでございます。で、ここ3、5、7、8、11、19、34、ボーナス17、32から、両隣の番号を算出したら、ここになっているんですが、重複している部分もあるので、それを、まとめたのがこちらでございます。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16、17、18、19、そして20、31、32、33、34、34ということで、20がまた少ねえ。少ないよね。そう、だから20はもう配備しなくていいんじゃないっていう感じはあるんですが、まあ一応今回、21個、算出の16個削除ということで、まあ前回17個削除、今回16個削除。まあそんなに変わんないよねって話なんですけども、まあ20番台が少ない変化法を使ってやるんだったら20番台もういらないんじゃないっていう感じではあるんですけども、まあ変化法結構当たり外れありますからね。はい、では行きましょう。最後ですね、私が実際購入しているエリア購入法網、ここの解説させていただきたいと思いますが、まずこちらでございます。一応この表を見ていただければわかると思います。縦12列、横が37列ある表になっております。で、色がついたところあるんですけども、要はこの買い方、僕がやってる買い方っていうのは、1から37、すべての数字を買うというやり方をやっております。はい。なので、これ番号的にまあ横ずーって番、ね、横に並んでるんですけど、1、2、3、4、5、6、7みたいな感じで並べて買うんじゃなくて、まあそこに要は自分が来るだろうと思う組み合わせを並べていくと、どん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 並べていくんですね。どん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 並べていって、まあ要は1から37の番号すべて網羅しようよという形で、買う買い方なんですが、まあここのメリットデメリット、ここのお話していきたいと思います。まずメリット1つ目。はい、必ず当選1、ボーナス数字2つあるので含めたら9個、必ず丸がつくんですよね。そう、丸つかないとしんどくないですか？結構僕よく思うんですけども、要は何択問題とかで丸を見つけなさいっていう問題があるじゃないですか。でもそれって丸見つけるために×も見つけないといけないわけじゃないですか。だから、つまり結局何択問題だとしても結局は出るもの出ないものを探さないといけない。ね。で、なると1から37の番号揃ってないと僕これ意味ないと思ってる。なので、それをやることでこのメリットね、9個必ず丸がつくよね。ここは僕宝くじ数字選択式やるにあたってこれベーシックな考え方じゃないかなと思って。そして2つ目のいいところ、特定の数字9個だけが、毎回3回、3回使用できるということなんですね。で、基本的にこの買い方は、色でずらしている買い方なので、要は全ての数字が2回出現するような設計になってます。でも特定の数字だけ唯一9個だけね、3回使用可能なんですよ。つまりじゃあこの3回使用な場所に、臭いなと思う数字掘り込んでおけば、一口、二口、三口、そこに丸が3つついちゃうよねって話なんですね。で、頭両方寄せていけ、当選番号をこう集めていけっていう話になります。で、三つ目。これ今お話したような通りなんですけども、要は並べ方。並べ方によっては、まあ、大体10個マスぐらいの枠の中に当選番号がギュッとね、集まった場合、どんなことが起きるか、とんでもね、でかい当たりが起きるということなんですね。
そう。結構ここ、運の要素なんです。これは運の要素です。正直じゃあそこがドンピシャで当たるかどうかっていうのはまあもちろん運もありますし、まあすごい的確な予想される方いらっしゃるんだったらそこをこう埋めるべきだよと。前半10個ぐらいに埋めるべきだよということなんですね。で、これまあちょっと言うか言わないか非常に迷ったんですけども、僕思ってるのが37個の中に、本数字は7個ある。じゃあ30は外れ番号ね。だから37分の7を選ぶのか37分の30を選ぶのか、これもう意味合いは一緒なんですよ。意味合いは一緒なんですけど、じゃあどっちの方が見つけやすいですかって話になると、まあ外れる番号を探す方がいいよねっていう話を、まあ最近テストをやっているんですけど、でそこの考え方持っていないと、まあ要は37個中30個ドンピシャで外れ見つけれるってことは当たり見つけれてるのと同じなんですけど、じゃあ10個でもね、6個でも7個でも必ず出ない数字を見出すことができれば、この37個のマスが7個見つけたんだったら30個になるという形なんですよ。そういう風なことを気をつけていかないといけないので、とにかく番号をね、当選番号をこううまいことギュッと寄せていく作業、これをやらないといけないということですね。でそしてもちろんデメリットをお話していきたいと思います。それがこちら、3600円かかるんです。もう悲しいです。高いです。しんどいです。そうなんですよ、しんどいですよね。吉牛何回食えるかっていう算出すると、まあちょっと結構いくよね。じゃあこれ買うのきついよね。もちろんそうです。だから皆さんに僕推奨してるのは、実際この買い方をやってくださいじゃないです。一回紙に書いてね、普通ノートでいいじゃないですか。紙に一度書いてみて、ご自慢の予想を含めて、じゃあ使ってない番号を出していく作業して、じゃあ自信のある番号外れた場合でもこっちで保管できるよっていう、そういう買い方なんですよ、これは。なのでまあどうしても嫌でもボリュームを上げないといけないというやり方をしておりますのが、3600円12口かかるよねって話なんですよね。で、これ本質なんですけども、結局ばらけちゃったら何の意味もない。何の意味もない。そう、だから僕は、行き着いたのが、外れる番号を見出して、例えばね、1から7ぐらいにボンって置いておいて、それ外れたら30になるから、じゃあ結果それって寄るよね。要は、当選番号を、主体に考えるんではなくて、外れる以外の番号にも目を向けていこうねという買い方ができる買い方になっております。はい、ということで、今回ね、ロト7472回。そう、ちょっとね、本当に実績出るまでこれ言わない方がいいかなと思っていたんですけども、要は当てる数字見つけるために外れる数字探さないといけない。じゃあ外れる数字が30個あるんだけど、30個ドンピシャで見つけることができれば、7個当たりを見つけたということにもなる。そう、なので別に30個の中の30個必中じゃなくても、10個でも6個でも7個でも見つけることができたら、まあ要は寄せる作業できるよねっていう風なお話を、最近ね行き着いたので、最近試しているんですけど、まあなかなかこれがまたね意外と難しかったりするので、初回は7個か6個ぐらいをそれ使ったんですけど、ちょっと2回目欲張って10個ぐらいいけっかと思ってやったんですけど、まあちょっとそこでね大誤算があったので、まあ6個ぐらいかな、6個7個ぐらい、必ず出ないだろうってこの番号を、探し出す術を考えていくと、またちょっと新しい目線になるんじゃないかなと思ってます。では皆様、私も含めてですよ、明日の当選結果非常に楽しみにしております。そして皆様の高額当選を祈りつつ、明日の当選結果を楽しみにしましょう。では皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。